おはようございます。どうも、あいちです、寝起きで失礼します。今日はね、ダラダラ喋る動画となりますが、でもね、充電ないんで、多分短くなると思うんですけど、宿泊先にパソコンも、これ持ってきたのに、充電ケーブル持っていくの忘れちゃったんで、でも、どうしても今撮りたくて、撮ってます。何かっていうと、昨日ですね、教育クリエイターフェススクールというイベントが、無事に終わりました。来ていただいた皆様、ありがとうございました。足元悪い中ね、ありがとうございます。で、昨日終わって宿泊先着いた時にもうその熱量のまま感想とか思いとか、まあ裏話とかね、喋れたなと思って持ってきたんですけど、寝ましてあんま記憶ないですよね。なんか寝てた。そうで、ちょっと寝起きで朝今撮ってる感じなんですね。で、まあそのイベントの概要についてはね、まあきっとこれ見てくれてる方はまあ知ってること思うんですけども、まあうちらの教育クリエイター、今回は10人パワーアップして10人がメインステージやったりとかで、今年は学校の先生とか学生スタッフの方とかもたくさんの方ね、協力してもらって、だから学校の先生の実際の授業実践とかもやってもらったんですよ。それは舞台と別のとこなんですけど、すごい。だって理科の授業とマイクラの授業を組み合わせた授業とかめちゃめちゃ見たかったんですよね。私ちょっとメインステージずっといたから、ちょうどね、同じ時間で裏でやってましたので見えてはないんですけど、すごい盛り上がってたらしいです。そう、そんなイベントをやって、でうちらの舞台は午前第1部ね、小学生と保護者の方対象の1部で、午後2部が、中学生以上と保護者の方で、最後3部が卒業式っていう、1日3公演っていうね、まあ体力持たんとか思ってで駆け抜けたイベントだったんですけど、まあそんなんやって、で自分らで言うのもあれかもしれないですけど、本当にいいイベントだったと思います。はい、胸を張ってそう思う。自分で言うなと思うでしょ。だから自分で言っちゃうぐらい思っちゃう。本当に良かったと思って。まあ、細かいところね、反省点とか改善点はある。ある。それはある。ごめんなさい。あるんです。あります。うん。お客さん待たせちゃったのもあったし、動線もっとしっかりしてもよかったとかね、いろいろあるんだけど、そう。でもまあそれでも、俺が自分が学生の時だったら、また行きたいって思うと思うし、実際自分の息子たち、今年の方がやつ連れて行けなかったんですけど、そう、息子たちにも見せたいなって本当に思うイベントだったので、おそらく第3回来年また春ねやるので、ぜひまた来てください。そしてね、まだ来たことない方は来てください。損はさせないです。本当に面白いですよ、イベント。なんか嘘っぽい。そんなことない、大丈夫。いや本当に思ってて、で、まあ、今回自分はね、メインステージ午前が3個の授業、午後が3個の授業で卒業式、まあ授業は6個あるわけじゃないですか。で、私授業のメインはと思ってないんですけど、その演者としては6分の5出演しててそう出てて、で最後の卒業式が結構メインだったんです。そうで、まあそれも映像出るのかな。スクールチャンネルがあるんでね、また、まあ、おととしのは、去年のはあるから、そこも見てもらえたら嬉しいんですけど、出るんだと思う、きっと。はい、やべえやべえやべえっていうのは、私卒業式、みんなね、クリエイターみんなからお祝いの言葉はあったんですけど、私一番ちょっと長い部分、長く喋る、一番最後の大きな送る言葉、卒業生に、ね、送る言葉を担当したんですね。涙で言葉が詰まっちゃっていやでも耐えた方だと思ってほしい。映像出たらもう涙もろい。俺はにしてはね、耐えたんだよだってさ、でもでも超裏話ですけど、私一部ね、小学生のやつあるじゃないですか。で、私最初スタートの前の影慣れ、ナレーションね、もうちょっといや担当するところがあって、その前の段階からもう小学生たちがめちゃめちゃ盛り上がってくれてて、なんかその感じからもうちょっとうるっとしてて、で、いざね、最初に舞台に呼んでもらって立った時で、俺一番最後だったんだけど、行った時にもうパッて見た光景がさ、午前はもう結構満席に近かったんですよ。そうで、まあ、600人ぐらいかな、弱の方がいてくれてて、でもう小学生の子たちがさ、もう楽しみだよっていう感じのキラッキラした目でさ、もう前の方からこう埋まってて、いやもうそっからあーってなって、うん、ね、
まあ、そんな風で、まあ、最後卒業式だったんだよね。で卒業式さ、こう卒業生、あ、そう、この卒業式もさ、小6、中3、高3、大学4年生、まあ、院生とかもね、あるけど、もうターゲットが限定してるじゃん。で、そもそも、集まるのかってどっかあったの。もう打ち合わせからずっとそういうの話してて、だってさ、卒業生10人とかだったら、やるけどさ、卒業生の子からしたらさ、なんかこう、こじんまりしちゃうし、ってなるじゃん。で、リスクもあったから、でも俺がどうしてもやりたかったし、やる意義は絶対あると思ったから、そう、で、打ち合わせして、結構たくさん打ち合わせして、で、いざやったら、結果的に申し込みで100以上、そう、卒業生だけだよ。そう。で、実際、足運んでくれたのも100弱ぐらい。そう、来てくれてて。で、保護者の方とかさ、先生方もいるから、割とほんとガチガチな卒業式いっぱいなったよね。だって30人クラスだったら3クラス分でしょ普通に。3クラス分以上か。そう、だから割と普通に卒業式っぽくなって。で、しかも、学年が混合してるじゃん。小学生からさ、大学生までいるんだぜ。そう。で、卒業生代表のね、あの挨拶というかお礼の言葉みたいのもちょっと事前に申し込みいただいた方から選んで、で今回は双子のね、小6のこれまずい小6の女の子が読んでくれて、でそれも内容的には本当にクリエイターみんなへのお祝いだった、言葉だったんだけど、なんか自分のね動画を見てくれてる子だったので自分がそれ受けたんだけど、まあそっからもうダメだよね。いやさ、これまたこれ村話なんだけど、そう、これあれかいいのかな、その卒業生だけはその終わった後に一人撮りたい人と写真が撮れるっていう権利もついてたので、撮った時にお母さんから、そのね双子の女の子のお母さんからいろいろお話を伺ってて、結構そのいろんな詳しい事情は言えないですけど、いろんな大変なことがあって、でもすごいこうそこでもお礼の言葉を言っていただいて、でもすごいね、その女の子2人がね、めちゃめちゃしっかりしてて、だって緊張するんじゃん、当たり前だけど。その場でしっかりさ、手紙読み上げてて、もうなんかその姿にもさ、そっからもダメよ。そこでもまあ、当然うるうるするし。で、その後すぐ私からの言葉だったんです。それで、たぶんそれも動画になるかもしれないんだけど、で、あれは実は、送る言葉ってよくさ、卒業式とかって紙書いていくじゃん。俺どうしてもあれやりたくなくて、なんか、決まったものを読んでる感が出るから、だからその場で何も見ずにちゃんと喋ろうと。で、ただなんかこれを伝えたいなっていうことはいくつか思ってたんですけど、でも対象学年がさバラバラだから、なんか高校生ならこれとかあるじゃん。そう、あるけど、大学生なら社会出てとかあるけど、バラバラだからみんな共通に届けられる言葉にしたくて、でも一個にまとめて決めたセリフっぽくしたくなくて、じゃあこういうこと伝えたいよなっていう、なんかそれを何個か持った状態で、でもいざ舞台に立って子供たちの顔を見て、その時に、あ、この子たちにやっぱ伝えたいのはこれだなって思ったものを伝えようって、それが一番リアルな言葉だし、博打だけどね、もう本当に自分がポンコツでさ、もうグダグダだったらどうしようと思ったけど、でもある程度今まで喋ってきたし、いろんな場所で思いを伝えてきたから、俺ならいけるって思って、思い込ませて、で、いざ立って、で、一番伝えたかった言葉っていうのを、まあ、主に2つね、うん、伝えたんですけど、でそれがね、まあ、実際受け取ってくれたみんながどう感じたかはわからないし、まあ、感想はね、いくつか DM とかでもらってたけど、わかんないけど、でも俺はなんかやりきったなって思ったし、よかったんじゃないかなって、あ、卒業式全体のあれがね、とは思ってます。すごく特別な卒業式になったんじゃないかと思います。はい、まあ、そんな一日でした。はい、なのでちょっとまとまりきれてないんですけど、いっぱい閉めちゃった、あ、やばい、充電がない閉めますなので改めてになりますが、来ていただいた皆様本当にありがとうございました。そして、クリエイターのみんな本当にありがとうございます。いや、みんなとだからできたイベントです。みんなが一緒で本当にここ良かったなって、終わった後の、まあ終わった後が途中の控室もそうだけど、すごく思いました。また一緒にやりましょう。
で、学校の先生方、ちょっとね、いろいろ挨拶できる、バタバタできなかったんですけど、なかなか、本当にありがとうございました。また、こういったイベントやりたいと、で、もっとパワーアップしてやりたいと思ってますので、またぜひ力を貸していただけたら嬉しいです。で、最後に、学生スタッフのみんな、かなりね、タイトなスケジュールで無理をさせてしまったこともあるかと思うんですが、本当に力を貸してくれてありがとうございました。みんながいなければ、このイベントは確実に成功してなかったし、もっとグダグダなものになってるかと思います。大変なこともあったかと思うんですが、参加してよかったと思ってもらえていたら、運営側の人間としてはすごく嬉しいです。また一緒にやりましょう。打ち上げやりましょうね、今度いつかね。ちょっとね、今回バタバタでできなかったんですけど、まあ、ご飯でも行けたら嬉しいです。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。めちゃめちゃみんなからパワーもらったんでね、またこれから一層活動もね、いろいろと頑張っていきます。また今週1週間もお互い頑張っていきましょう。よいしょ、またね。バイバイ。